はい、ということで今日はちょっとね、神宮のねビッグスクリーンに映りたいってことで、私とのね江守さんで頑張ってるんですけど、なかなか映らない。ちょっと今日はね江守さんの自宅に突撃して、ちょっと反省会をねしたいと思います。はい、行ってみましょう。早速ね、はい、こちらですね、江守さんのご自宅やってまいりました。すいません突然。どうしたんですか。ちょっと、はい、この間神宮行って映らなかったじゃないですか。結局はい、映らなかった。ちょっと今日は反省会をして、うん、次こそはねちょっと映ろうってことで、ちょっと今たまたまね近所まで来たって寄ったんですけど、ああ、じゃあ大丈夫ですか。はい、立ち話もなんか、こんなに靴があるというといっぱいお友達来て、ちょっと今昨日あれだったんで、みんなでももう帰っちゃって靴置いて、靴置いて帰った。みんな酔っ払ってたから、あ、裸足で帰った、うん、じゃあちょっとお邪魔します。ちょっと立ち話も、はい、これ何の袋ですか。イカの袋。はい、お土産で。お土産で。まあちょっと部屋を。はい、そうですね。はい、あ、もう早速。ちょっとね、ヤクルト戦見て。違うの、はい。やっぱりね、いろいろ応援しながら。カメラワークとか。カメラワークも、はい、研究したりして、まあ、備えてますね。どうですかね、なんかこう、似顔絵出してる人はあんまりいなかったんで、その辺のこう切り口はいいと思うんですけど、やっぱ色をつけたらいいのかなってなんとなくこう思ったんですけど、他に何かありますかね。色と、まあそうね、あとやっぱユニフォーム着てるね。そうですね、ちゃんと応援してる。あんなやっぱこう目立ってたら目立とうっていうのが出ちゃってて、そうですね。逆にそれをすごく大体映される人って、うん、なんか時間差で気づいてますよね。みたいな、あ、映ってるみたいな。あ、そうです。僕らも最初からもうなんかそう、ね、はい、目立とうみたいな、狙ってるから出ちゃってますもんね。出てますね。ちょっと、まあ、それはまあちょっと現場で気をつけなきゃいけないっていうことでですね。これも懐かしい帽子ですけど、これもう何年か前のファンクラブの、はい、僕がファンブラー入ってた時に江守さんにあげた、もらってからね、かっこいい帽子。もうそれからヤクルトスワローズファンだったんですから、はい、ですね。じゃあちょっと前にこう書いた あのカードを見直しながら、はい、ちょっと書き足したりとかで、また新しい選手出てきたりしてますから。そうですね、はい、ね、ちょっともう一回追記というか追加で書いてみましょうか。ですね、ちょっと調べてみましょう。はい、はい、すいません、お願いします。はい、どう塗りますか。じゃあ、はい、色つけますか、はい、これね、この周りと中にね、ちょっと色をつけて、もっとこう遠くから目立つように、はい、しようと思います。まあ目立ちますね。そうですね、目立つ色で。ちょっとね、全部やる大変だと思うんですけど、そうですね、ちょっと頑張ってやってみましょうか。はい、どう思って、あ、そうですね、はい、ちょっともうざっくり、はい、ざっくり、はい、まあ、ね、近くで見るわけじゃないんでね。そうですね、はい、もう塗ってね、いいですね。目立ちますか。目立ちますよ、これ断然。大丈夫ですかね。はい、なんかこう太いすっとい線で、はい、字もそうですね。あ、映るんじゃないですかね。そうですね、ちょっとでも遠くから見ると黄色と肌色がちょっと同化しがちな感じがしますけど、まあまあそうぐらいですね、あ、そっか、じゃあ赤ぐらいがいいんですか。あと帽子もなんかちょっとキャッチャーがかぶる帽子みたいな。つばがちょっと、つば感が、はい、薄れちゃいますね。つば感が、つば感が、はい、ニット帽かぶってる感じ。む
難しいですね、やっぱ色がつくと。そうですね、その辺はまあ江森さんプロですから。あ、実はそういう表現を、表現、まあまあとりあえずこの調子でちょっと、で、あとの選手もまあ粉塗りでこう色つけてたりするような感じで色見ましょう。ちょっと次回もう次回なんとか、わかりました、次回もう、そうですね、寒くなる前になんとか、はい、了解しました。じゃあちょっと進めていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらスワンプ TV ではですね、私の江森春彦、芝居、そしてですね、私が大好きなスポーツのね、試合の動画などをどんどんですねアップしていきます。ぜひとも皆さんチャンネル登録お願いします。ハンドをクリック。お願いします。